こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですウクライナ東部ドネツク州のアウディーウカでロシア軍の装甲車が蒸発したという投稿が5月19日にアップされました蒸発したとは一体どういうことなのでしょうか今日はこのことについてお話ししますロシア軍の装甲車が蒸発したという映像が撮影されたのは ウクライナ東部ドネツク州の激戦地アウディイウカですウクライナ軍の第110機械化旅団がロシア軍の装甲車 MTLB を発見しましたロシア軍の MTLB はソ連時代に開発された無限軌道の装甲車両で主に中型の大砲を牽引したり砲兵隊員を輸送したり弾薬の輸送目的という 汎用の用の途でで設計された車両です。240馬力のフォーストローク V 型8気筒ディーゼルエンジンを積んでおり6.5トンまでの火砲や車両を牽引できるほか11名の砲兵隊員を乗せたりもしくは2トンまでの弾薬を積載できます40ミリ敵弾で攻撃外れました惜しい 外れました。外れました。この日は数メートルの風が吹いているようです。風向と風速を勘案して位置を決め直し、再度40ミリ適弾を落とします。 日室付近に落ちていきます大爆発しました走行車は跡形もなく消えました蒸発という言葉は言い得て妙ですこのような大爆発を起こしたのはこの MTLB はおそらく対戦車地雷をたくさん運んでいたのではないかとウクライナ軍は見ています なお MTLB は道路上で時速 61km で走ることができこのような不正地では時速 31km の速度が出せると言われています。周囲に敵弾が落ちて爆発しても走り出したりエンジン起動時の煙が出たりするのも見えなかったところを見ると操縦士は車の外に出ていたのかもしれません。今日はここままままででにししす。最後ごご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた